ウィズ・ミュージックの2時間スペシャルにナンバーアンダーライン・アイとスマップ登場歴史的瞬間をファンと共に迎える感動の夜が待っている話に期待マックス事務所の壁を越えてナンバーアンダーライン・アイと新しい地図が夢の共演9月14日に放送されるうど働由美子5 5が MC 松下光平37がアーティストナビゲーターを務める音楽番組 『WithMusic2 時間 SP 日本テレビ系土曜夜7時から』7日の放送で予告された出場アーティストをめぐり早くも話題沸騰となっている画像ナンバーアンダーライン愛新しい地図と共演現役スタート者タレント驚き強烈な三つ網を下げ姿視聴者のみならず業界内でも熱い視線を集めているのは旧ジャニーズとやめジャニーの共演についてですね 旧ジャニーズがスタートエンターテイメントの新体制に移行してから、やめジャニと現役の旧ジャニーズが共演するのは、珍しい話ではなくなりました。しかし、14日の WithMusic では、その前提があっても、ついにここまで来たかとなる、驚きのラインナップが集結するんですよね、女性誌編集者。スタート社からは、スーパーエイトと OS 等が出演。今年デビュー20周年と10周年ということで、 周年 SP コラボを披露するスタート社のライバル事務所であるトベからは旧ジャニーズのキングプリンスから脱退し昨年10月からトベで活躍しているナンバーアンダーラインアイが出演最新曲 INZM を披露するそして最も注目を集めているのが元スマップで2017年から新しい地図として活動している稲垣五郎五十草薙剛五十香取慎吾 47の出演も発表されたこと3人で音楽番組に出演するのは今回が初めてであり番組では稲垣のソロ曲「シーズンズと「草薙」「香取」のユニット曲「まぶしい未来」のスペシャルメドレーパラスポーツ応援チャリティーソングに選ばれた「雨上がりのステップ」が披露されるという旧ジャニーズに対する忖度があった時代では絶対に考えられなかった共演に SNS は大沸騰。 共演者やばいじゃんわら荒れる気しかしないわら。なんか時代が変わったと実感するな。ハッシュタグ新しい地図の3人の出演知ってからワクワクしてます。N.I. ナンバーアンダーラインアイとの絡みがもし見れたら最高です。でも贅沢かな。ハッシュタグイズミュージック深海楽しみにしています。事務所の壁がないのがいいね。あと、地図の衣装は黒一色で、かっこいい。同じ画面。 同じ時間帯に全グループが揃わない可能性も十分にありますが、同じ番組に名前が並ぶというのは、やはりすごいことですよね。これまでもスタートシャタレントとナンバーアンダーラインアイスタートシャタレントとモトスマップの誰かが共演することはままありましたが、今回はさらに進んだ感じ。歴史的な共演といえそうですから、SNS も沸騰しているということですよね、全道番組のキャスティングは話題でも別の大きな問題が。 14日の歴史的共演が期待される WithMusic は、日本テレビが今年4月改編の目玉として立ち上げた、トップ10以来34年ぶりのゴールデンタイのレギュラー音楽番組。放送開始から約半年、今回のように SNS でも時折話題になるなど、番組は順調に見えるが、制作会社関係者は、決して順風満帆というわけではないと言いますよ。さまざま問題はあるようですが、大きな懸案事項は、 松下さんの多忙だと言いますと言い、こう続ける。松下さんは、俳優業ではドラマ、映画、舞台にと常に引っ張りだこの超人気役者。加えて歌手としてアーティスト活動も行っているので、そちらも忙しい。そんな大人げで、さらに女性視聴者をメロメロにするタレントだからこそ、日テレは、WithMusic に松下さんをキャスティングし、同番組のファンを増やす戦略だったんです。ところが、 松下さんが忙しすぎるあまり、スケジュールの確保がなかなか難しいと。それで、継ぎはぎ問題が発生してしまっていると聞こえてきています。超多忙な松下。今年、松下はドラマでは、川口春奈、29主演の、キューボーダー TBSK4 月期に2番手役で出演したほか、吉高由里子、36主演の NHK 大河ドラマ、光君へにも中盤に全4回。 第21回、24回、出演。さらに10月クールからは、主演連続ドラマ、放課後カルテ日本テレビ系、土曜日夜9時からが控えている。舞台では、7月25日から8月31日にかけて、井上久しげ案、富田康子、55と共演する舞台、小松座第150回公演簿と暮らせばに出演。来年早々にも、主演ミュージカル、 ケインアベル1から3月が控えている音楽活動も WithMusic 放送開始前だが12会場十4公演のライブツアー r m ーが今年1月20日から3月14日にかけて行われていた松下さんはとにかく忙しいそのため有働さんが一人で回す場面が多かったり番組の構成が強引になってしまっているということですねまた 別日に収録した映像をつなげることもあるといい、その関係で場面ごとに衣装が変わっていることがあり、視聴者からも松下さんの衣装が変わった。直前の曲とは別日ですよねと指摘されてしまっている状況にあります。松下さんの多忙問題は番組開始当初から言われて、レギュラー放送初回にも発生していたといいます、全道ウィズミュージックのレギュラー放送初回4月13日では、宇多田光 41と有働が2人きりで対談する特別企画が組まれていたが、これも松下の多忙が影響していたようだ。番組サイドとしては、宇多田ヒカルさんという滅多に出てくれない大物アーティストに、番組のメイン2人でインタビューをする構成にしたかったようです。しかし、松下さんのスケジュールの調整がつかなかったとか、放送された有働さんによる宇多田さんのインタビューは長くて、放送初回から、あれ、これ何の番組だっけ。 運動さんがこの企画をやりたかったのかなと感じさせる瞬間もあった。本当は、レギュラー初回だったので、運動さんと松下さんが宇多田さんとトークを展開して、番組の紹介も兼ねて盛り上げたい、といった狙いがあったのでしょうね。こうした多忙による継ぎはぎ問題も浮上している中、10月から松下さんは主演ドラマの放送が控えていて、さらにその撮影に追われることになる。 同じ日テレの番組ですからスケジュールの調整もある程度は融通が利くかもですが、主演だけに出番は多く、拘束時間も長くなるでしょう。多忙継ぎはぎ問題は、異深刻化していきそうですよね、どう。松下が主演を務める10月期の日テレドラマ、放課後カルテは、は、w i ミ m u s i c の放送終了直後からの放送となる。日テレは多くの人が家にいる土曜日夜に音楽番組とドラマに松下を連続出演させ、 視聴者に松下はしごをしてもらい視聴率の爆撮りを狙っていたのだろうが想像を超える松下の大人げと超多忙により戦略通りというわけにはいかないようだ。有働由美子さんが時にはお一人で回されても全然問題ないと思います。松下光平さんが出演される時や他の俳優さんが出演されても良いんじゃないかな。有働さんならではの温かい言葉、素敵な言葉のやり取りは、 自分の仕事での言葉遣いや会話も大変参考にさせていただいており、本当に大好きな方なので、今回のようなどこぞのファンが何かをこといたそうな状態でも、お父さんならきっと楽しい番組にしてくださると思ってます。まあでも、いつもの方式なら出演者同士の絡みはないですよね。そんなに騒ぐ必要もないような、本来ならば忖度なしのこのスタイルこそあるべき姿なのでは。松下さんがご多忙なら、お父さん一人の日もあっていいのでは。 松下さんのコーナーとか何か特別松下さんじゃないとダメなものがあるわけでもないし、新しい地図が今まで歌番組に出られなかったことの異常さを改めて痛感する。テレビ局側の忖度に納得できない若い局員も多くいただろうが、やっと古い時代の終わりを迎えることができた頃には、テレビの終焉も近くなってしまったという皮肉な結果になってしまった。週刊誌もどんどん廃刊になっている。その焦りからか、 最近は本当ではない嘘や噂の記事で閲覧数、コメント数を増やすやり方が目に余る。こんな異常なやり方では、週刊誌も終わりが見えるかな。事務所同士の確執は、エンタメには必要ない。誰がどこを辞めようが、どこに所属しようが本人たちの決断なんだから。ファンには関係ないただ応援したいだけ。本人の才能や実力や作品の素晴らしさには関係ない。 いつまでそんなこと言っているのか。フラットにみんなが共演できるエンタメが普通だと思うたいさえ発表してくれれば見たい人の時にテレビつけるから、事務所分け隔てなく共演して全然 OK。わざとらしい絡みとか偏った演出はやめてほしいな。どの歌番組にも言えるけど売れてるアーティストが出るのは自然なこと。忖度みたいな感じで売り上げもない。 サブスク SNS 時代に楽曲出しても話題にもならないアーティストが出ることが最近増えてきているからそれは新たに解決しなければいけない問題だと思う。そんなにいろんな面倒があるなら、いっそのこと同じ企画で M ステに出ればいいじゃん。タモリ・オキナ MC の下でこのメンバーが集まれば、オキナの無言の仕切りでうまく運ぶだろう。新しい地図は、トスマップの3人だからオキナの近親者もいいところ。何も言わずとも空気を察するし、 後のグループも中学生の頃から沖縄に世話になっている孫のようなもの。近いポジションの並びにファンが揉めるというのだから、エムステならひな壇で離れて座り、共演でも関わることはない。なんならカメラワークで映ることもなく、さりとて別々の絵面というわけでもない。実際、トベのナンバーアンダーラインアイとスタートのウエスト。トニセンは共演しているし、その時も話題の良し悪しはあった。 演者だけでなく MC 陣にも諸事情があるなら、M ステの方が手っ取り早い。WithMusic は宇働由美子が危ない質問をしそうで興味はあるが、市波乱ありそうだし。